さあね、クリアして、タイトル画面に戻ってきました。とりあえずね、まずは秘密のモードをチェックしてみましょう。過去はね、全部中古だったんで、初めから秘密のモード出てたんだけど、一番下、143分の142で150個だって言ってたんでね。まあ、まずはこの時点で入ってみましょう。ちなみにこれはプラスなんで、日刊謎通信の謎が全部入ってるはず、ね、よく気なすったね。わしはエリザベスじゃ、謎馬だろ。見つけた珠玉の謎に挑戦できるぞ。365も多くね。ね、解きたくて解きたくてたまらないじゃろう。まずは1問。ということで、ね、プラス版なので、思いっきり右下に日付出てんな。おお、19問。右側のあれが難易度かな。いつ終わるんだろうね。多いな。19。本編の謎が150つってんのに365もあるんだよ。ただ、ちょっとかぶってるかな。じゃあ、とりあえず1問だけやってみよう。あ、お気に入りか。謎1、とんでも錬金術01。移動して、つなぐことができる。2本まで出せるけど、交差はできない。つながる予定のガラス。赤く光る。すべてを青く光った状態になれば成功だ。まあ1だからね。これ、あれだね。やり直し。1つ戻すの。3から4。44。もう一回ちょっと説明を。問題を理解していない。2本まで出せるけど交差はできない。あ、もう一回触ると消せる。つながる予定のガラス管の本。あー、そういうこと。オッケー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 。そういうことね。理解した理解した。こういうこっちゃ。楽勝。うん、そういうことね。この謎、私が解いてみせるよ。これが謎解きの醍醐味だよ。まあ一つ目はやっぱ簡単で、これがどんどん難しくなっていくんだろう。お、どっち隠れるって。でも左の方が柔らかそうだな。よし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 。部屋に置くんならこっちだよね。謎をバイバーイ。それは流行らないし、流行らせない。さあ、じゃあね、ちょっと18がクソ難しそうなんで見てみようか。まあ、多分解かないし解けないと思うけど。おう。でもこういうことだよね。こんな感じで少しずつ。端っこで2なんか絶対左右しかないからね。こうやって確定で分かるところから埋めていく感じかな。この3も確定だもんね。これ以外、できないもん。意外に簡単かこれ。一応同じとこに2本出せるからね。あ、
交差ができない。やべ、この2が動かん。あれ、この2が。あれ。やっぱむずいか。やっぱむずいね。うん。適当にやっていったんだけど。うん。まあいつか特費が来るかな、これ。まあそのうちで。とりあえずこのモードやるときは一番初めの一面の一番簡単なやつだけ一通り終わってから考えよう。じゃあの、まあまずはね、一通りの謎をチェックしなければいけないので、うん、やっぱ基本はこれなんだよね。365問つってるけど、実質 1,2,3,4,5×4 の20種類ぐらいかな。恐竜マンションとか割と気になる名前のやつもあるね。逮捕だわんって言ってるけど、ネズミじゃねえか。じゃあとりあえず謎辞典、150個あるうちの現在143なので、で一つはまあクソムズなんで後回しにしたやつだね。でレイドンからの挑戦状、とりあえずクリアしたからこれが解けたね。まあどう見ても、ロボットと、売り物、とりあえず現在行けるのは、クリアしたやつだね。木馬のタイル、道つなぎ迷宮、ガラクタ5連発、ロボット、買い物とウサギでしょ？うん。で、右下がそれ以外全部だな。で、シークレットファイル。キャラクターファイル。2D キャラクター。ね。こんな感じ。これはまあまたいつも通り最後にあのまとめて紹介するんで、気になる人は一時停止を使いながら確認くださいとなるでしょう。現状、まだハテナがいるね。ハテナ？まだ会ってない人がいるってことか。3D キャラクターの方ね。説明は同じかな？いやー。まあ今回はレミがちょっと地味だった。で、アートファイル。まあアートファイル。これも全部出てるのかな？ね、音楽ファイル。これも2ページ。結構あるか。1、2、3ページだね。まあ、タイトルから。これか。まあ、いつもの。ああ、これもよく聞いたね。これが奇跡の紳士のテーマ。あ、痛いって。不安になる曲。不安になる曲。全部不安になるわ。あ、不安になる曲。不安になる曲。不安になる曲だ。全部不安になるね。不安にはならない。レイトン教授の曲はなんか全部怖いよね。うん、大体不安になるよね。
デスコールのテーマ、これ1回しか流れなかったよね。タージェント、まあ最後の、A の遺跡、 A の秘密、まあまあまあ、ではここがこいつがねラスボスかな。お、そういえばまだ最後の謎が出てなかったね。あー、ネタバレした。最後ボスいるんだ。ウサギダメアートファイルさん、アートファイルさんは見ようね。パレード通り、美術館前つってもこれは背景だもんね。見たことあるよね。知らないとこ出てきたらどうしよう。ダルストンって対策本部、うん、全部見たことあるね。友を待つ宿、1年の予約待ちだって。配信部、高校、お、過去編、過去編、レイトンまだ3年だったもんねでもこれ両親からしたらたまらんよね。だってレイトンの、まあ多分高校のタイミングでこっちに来たのかな、3年間で、3年間したらレイトンが地元の有志の息子さんを見殺しにしたっつって町にいられなくなって3年で引っ越しだよ両親からしたらたまったもんじゃないよね。いやー、レイトンの部屋、思い出の丘ね、ぶっちゃけレイトお前まだ3年だからそんな思い出ねえだろっていう、ね、アスコットってランドの部屋、ね、イエットデストリー、馬になった人々、馬が出てくるぞ、ね、そう、俺たちムービーでこのシーン見せられてるからねトリックも何も絵から人出てきたけどっていう。あ、これが一番初めの友を待つ宿だね。裏切りの大臣、ああこの物語って何、自分で考えたの自分の境遇から、恥ずかしいやつだな何のいやー、お、いたいたいた、幸せだったんだろ、助けられて、なんで復讐しようって考えたんだ。幼き友情、この手に持ったロボットの回収はやっぱランドがパクったのか、ランドじゃねえや、ヘンリーがパクったのか、それをかばったのか。声、言うほどないんだよね、種類。だからこの町を奇跡の町と呼ぶ人もいる。あんまりないのになんでこれを選んだんだ。私は解明してみせるよ、この町に隠された秘密をね。これがこの町で起こった本当の奇跡さ。なんでそれを選んだんだ。ランド、悪いけど僕は考古学には興味がないんだ。あの宝のことは僕と君だけの秘密にしておこう。その後ヘンリーが見つけたけどね、永遠にね。あれは君が命を懸けて挑んだ君だけの宝だから。僕だって先生の弟子ですからね。これはあるんやでもお祭りってなんか歩くだけでウキウキしてきますね。ちょっと数が多いんで。全ての謎は気合で解決。ところでシャロワ夫人とはどういうご関係なんですか。昔の恋人とか。昔の恋人とか。チビじゃありません、ルークです。あったっけこのセリフ。デスコール。じゃあ本物のシャロワさんは。これは最近聞いたな。それにしてもアスラント文明って一体どんな文明だったんでしょうか。私たちは奇跡の仮面が巻き起こしている怪事件を調べるためモンテドールの町へとやってきました。なんで警部が敏腕刑事の枠に入るんですかね辛辣。モンテドールは友を思う献身的な気持ちによって発展したんですね。この町はもうじき滅ぶでもこれあれ良かったかもしれないね。あの仮面によって滅び他の人のクリアデータで秘密ファイルを先に見たらネタバレの嵐だったね。
これで話は終わりだ。では最終幕に移ろう。ただいま、ヘンリー、シャロア。やり遂げたいんだ。親父が用意してくれたものじゃなく、俺自身の力で何かをやり遂げたいんだ。エルシャール、この世に解明できない謎なんてないんだ。あなたがきっと来てくれることを信じています。奇跡の仮面と対をなす、もう一つの仮面としてドン・ノーランの古代史に記されています。偽りの結婚よ。偽りの結婚よ。そうね、無鉄砲な彼だけど、あなたがついていればなんとなく大丈夫な感じがするの。安心っていうか。エルシャール、ランドはどうしたの？なんであなただけが帰ってきたの？なんで？これひどいよね。あなただけ、俺が帰ってこれたことを祝ってくれ。迷いか。確かに私には迷いなどない。私はあるものを手に入れたいだけだ。あの俳優陣ばっかっすね、ボイスがいっぱいあるの。やはり現れていたな、呪われし文明、アスラントのレガシー。私の人生を狂わせ、全てを奪った。デスコール特に出てきませんでしたね今回。まあまあ変装してたからね。癒しの園、調和の町、全て手に入れた。癒しの園、調和の町、そして、うん、3つ目のレガシーがここに。この遺跡は我らタージェントによって管理される。秘密を知ったお前たちには消えてもらうぞ。サッカーで世界征服しそう。ずっと待っていましたよ、あなたが戻ってくるの。少し長かったですけどね。セクさんですね。ヘンリー、お前だな。こんな手紙で呼び出して私をはめた上に警察に何を吹き込んだ。ダルストンは本当被害者だよね。何も悪いことしてない。これでもスコットランドヤードでは検挙率ナンバーワンなのだ。ポーチューさん、恐れ入ったか。でもその半分はレイトン教授が解いた謎ですよねっていうね。私はロナード・ブルーマイル。最後はこいつ消えたね。カジ君消えたね。ほう、頼もしいな。期待外れでないことを祈っとるよ。いい声だ、いい声だ。さあムービー君、レミと踊ってるところ。お、犬のワン。ムービーこうやって見ると結構多いね。これか、これこれね。絵から人が出てくるわけないって言われたけど、俺たちが見たムービーはこれだからね。出てるもん。いや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 、だ出てるもんね。で、出た人が見て逃げるシーンとかさ、絵から出てんじゃん。実際はこんなシーンなかったって捏造じゃねえかよ。ね、このシーン見せられたのに嘘とか言われたって。これはあれだね、途中の遺跡系が多いね。レイトン・トボトボ、松尾バションボリで最後、まあ本編をねしっかり見た人ならば全て見たはずなので。シークレットファイルの隠し扉、こうね。じゃあ魔人の笛のパスワードをこれ入れてね、魔人の笛のシークレットをちょっと紹介しましょう。隠し扉の魔人の笛からのパスワード OK。いや、僕はルーク、言うまでもなくレイトン先生の一番弟子だよと、ね、霧の町ミストハレルで、一緒に冒険をしたよね。再会できて嬉しいよ。魔人の笛の事件だったんだ。事件簿の上では有名な事件なんだけど、もっと大きな意味があったんだ。それは、レイトン先生と僕が出会った事件だってことさ。僕は覚えてないんだけど、レイトン先生は赤ん坊の僕に会ったことがあるらしいよ。僕の父さんとレイトン先生は、学生時代からの親友だったんだ。
そしてあの恐ろしい事件が起きた時、僕はレイトン先生に相談しなきゃって思ってね。で、僕とレイトン先生はすぐに意気投合したよ。10年も前からの指定みたいにね。10年前ルークは生きていたのか。10歳いってないんじゃないのかこれ。そうだったかしら。エビスさん、ね、ずいぶんおとなしかったわ。そんなことありませんよ。暗かったかもしれないけど理由があったんですよ。わかってるわよルーク。エビさん邪魔しないでくださいよ。私のことは紹介してくれないの。あ、そうでした。謎解き。レミさん、名字が少し変わっていて、レミ・オアタ。オタはアルタワ、アルタワだったよね。レミ・オタワ、レミ・オアタ、ね、AA 書こうぜ。レミ・オアタ、アルタワだったよね。その通り、正解はレミ・アルタワさんです。自称じゃないわ。デルモナ学長から正式に任命されているんですから、ね、レイトン先生が教鞭を取っているね、学長さんですね。そうだわ。みんなはルークの名字覚えてるかしら。ルーク・トライトン、エラートン、トライアングル、トライトン。よかった、おちゃんと覚えてた。もう5作目だからね。その通り。電話知ってちょうだい。それ違うわ。僕はルーク・トライトンです、ね、ミスト・ハレリの事件を解決して以来教授の手伝いをしているのよね。僕は先生やレミさんに会えなかったかもしれませんねって、牛が夜ごとに街を暴走する、魔人が夜ごとに街を破壊する、カラスが街中の表札を盗む。 C 現実にありそうなんだけど。A はね結構やばい事件だけど、うん、C はあってもおかしくないぐらい。その通り。僕はロンドンで生まれたんですけどね、育ったのはミストハレリですよ。壊されていくのは悲しかったです。魔人伝説の陰に人々の悲しい思い出と恐ろしい陰謀が隠されていたんですよ。全部レイトン先生が解いてくれました。でも謎は残った。あの男です。俺のことか。これは胸毛先生。いいっす、俺だ、グロスキー警部。さて、ね、グロスキーは名字です。さて名前は何でしょう。グロスキー宝珠。マニアックな質問ね。トランプ、クランプ、クリップ、知らない。グロスキークランプ、正解です。勘だけど、そう、俺が宝珠グロスキー敏腕警部です。はっはっは。でも、事件解決数の半分はレイトン先生の助言のおかげですよね。それは否定せん。おっと、事件の香りがするぞ。待ってろよ事件。あとはデスコールぐらいか。デスコール、ほら、彼の目的は何なんでしょうか。デスコールはレイトン教授のことを知っていた。さあ一体犯人は何なのか。最後顔が出そうで出なかったからね。レイトン教授に手を出したりしたら私が許しませんよ。私がどうかしたのかい。あ、先生、どんな奴が襲ってきても、教授を守ります。守りまするー。自分の身ぐらい自分で守れるよ。デスコールの狙いは何だと思いますか。それは分からない。だが彼はまた現れるだろう。それが心配なんですよ。どうやら彼の狙いは私の研究内容と関係があるようだ。イングランドの考古学。心配しても仕方ない。彼の再出現を待とうじゃないか。さあ、ルーク張り切ってるわね。当然です、レイトン先生の一番弟子としてはね。謎解明。そうそうね、君の回答なんだけど全問正解。レイトン先生クラスの頭脳だね。あの全部名前しかなかったんですけど。よし、出かけるよルーク。はい、ということでね、
とりあえず最後のやつはね、やったら、ここの奇跡の画面の隠し扉のパスワードを入力すると最後ね出てくるんで、これはあの最後のね長文明の時にご覧ください。ということでね、キャラクターファイル以外の、ね、シークレットファイルは全て終わりましたんで、キャラクターファイルは一番最後に、紹介したいと思います。それじゃあね、いきましょうか。まずは、本編150問の謎。現在143問なんでね、これコンプリートプラス、買い物、ロボ、ウサギを完了させにね、いきましょう。よし、いくぞー。